私はバイス、覚えてるよね。はい、皆さんこんにちは。白夜強行でバイスを演じさせていただいております、楠木智美です。白夜強行は壮大な冒険の物語です。惑星アオリアでは旧文明が破滅的な打撃を受けた後、長い年月が経ち、高齢の生存に唯一適合していた地域アストラア大陸では文明が再建されました。主人公は巨像という旧文明の科学技術の結晶である乗り物を操縦して、多くの仲間と一緒に巨大な陰謀を砕き、自分たちの故郷を取り戻していきます。ワクワクしますよね。私が演じるバイスはプレイヤーをリードして勇敢に戦う蛍光の戦士です。バイスはナビゲーターと通ずるところがあり、なぜか巨像を操縦できちゃうらしいですよ。一体バイスの過去に何があったんでしょうか。バイスが所属している陣営は蛍光と言います。シェルターと呼ばれる地下施設をベースにしていて、暗渠を掃討して安全な居住地を広げていきます。蛍光にはたくさんの愉快な仲間がいて、例えば氷の美女と呼ばれているキシローナは実は面倒見が良かったり、そして温和で人懐っこいけどなぜか眠ると豹変してしまうフィリス。皆さんもぜひ蛍光陣営に参加して私たちと一緒に戦ってくださいね。